ロイヤー界でフットボーラー、カナダのロックでシヌークシヌークっていう場合もありますけども、あとはこういうところでフットボーラーといろいろ名前がついています。で今日はですね、こういう細かい風のそのものの動きというのを、皆さんが普段感じて、ここにちょうど前線ができるんです。小さいで、最初ですね、朝早く皆さんが海に行って、海の方にその前線があるんで、海には結構雲が並んでたりするんですね。で、あれ今日晴れてたって言ってたのに、朝来たら曇ってるなみたいな。で、おかしいな、でも風もまだちょっと吹いてこないななんて。南の方ですね、南区とか城南区とか油山の方です。そうすると当たり前ですが、海風が吹いてきた証拠なんで、ひどくなるとですね、中にあるグリスコットにシール材があるんですけども、これが劣化してきてですね、腐って、もう30号